だからね、もうこんな、じゃあちょっと皆さんにウェルカムダンスをね、え、ご披露しちゃう。いいんですか、はい、いや寝起きなのに頑張ります。お願いします。じゃあ月ちゃんのウェルカムダンスです。はい、じゃーん、じゃーん、びっくりしたね。じゃーん、はい、カメラ向いて、はい、カメラ向いて、ね、怖くないよ、いくよ。ワン、ツー、ワン、ツー。ようこそここへ、遊ぼうよパラダイス。ありがとう、ありがとう、セリナー、コーラ、ありがとう、コーラ、コーラのことをして。はい、こっちも、キャッチ、キャッチ。はい、もう一曲いきます。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は看板猫のいるお店、松山市三津のチャポデラムジカにお邪魔します。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業猫は松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。今日は松山市三津の看板猫がいるお店、チャポデラムジカにお邪魔。国道から狭い道に入っていきます。古い町並みがいい感じ。ここのようです。世界の雑貨や洋服、占いなどが楽しめるお店、チャポデラムジカ。お店の中はカラフルな雑貨や洋服がいっぱい。こんにちは。猫ワンと申します。ようこそ、ようこそ。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。何ですかこれは、カレンダー。これね、日めくりカレンダーで、ね、2006年ぐらいに、はあ、あの白山、石川県の白山のお祭りで見つけたっていうか出会ったというか、
でもその時所持金が500円しかなかったんですよ。でなんか多分ね5000円いくらとかやって、珍しいですもん。そうで、あの持って帰っていいよってなって、でまあ家に帰った時に振り込んでくれたらいいよっていうんで、それで家にまあヒッチハイクで家帰るんですけど、何日か経って、はい、で家に帰ったらあのハガキが届いてて、値下げしましたっていう、かまんなってなって、値下げした値段で振り込まさせてもらって、まだ SNS がミクシーだけの時の時代ですね。十数年前ですかね。そうですね、2006年が、2006年に手作りですね。そうですね。結局値下げした値段っておいくらだったの？3000いくらだった。ああそうなんですね、うん、ありがたい。それをねもうずっと買ってから、2006年に買ってから毎日めくってます。これが27日、これが28日、29日、30日、31日みたいなね。全部人でできてるんですね。そうですね、人とか動物とかそんな感じで。面白いものがいっぱい。そうですね。何屋さんなんですか？ここは一言ではちょっとこう言わず、まあ、世界旅行が趣味であちこち行って行ったので、世界旅行のついでに買ってきたものを売ってる世界の雑貨、地球直売所でもあったり、占いができるので占いにチャイがついてくるとか、あとまあ自分で作った洋服とか猫とかそういう感じ、そう猫とかそういう感じの店ですね。何やっていうのは一言ではちょっと今はどう言おうかなみたいな感じですね。その T シャツも猫ですね。あ、そうですね、これはねうちの猫がモデルになってるんですけど、あの田中純也くんって言って、首から下が動かない子が口で筆をくわえて絵を描いてるんですけど、その絵をあのシルクスクリーンって言って版を作って自分たちで刷って、二重刷りですね、白刷った後乾かしてまた緑を刷ってみたいな感じで作った T シャツです。へー、かわいいでしょ。素敵、ありがとうございます。いやー何から聞いていいのかわからないくらい楽しみにしてきました。とりあえず落ち着きましょうかね。なんか刺さってるし頭に刺さっとるっていうか、もう生えてきてるっていう感じなんですよね。ちょっとくるっと回ってもらっていいですか？生えてきた、生えてきてる感じですね。すごい。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、なんかなこう字にちゃんとした字にすると、はい、チャポデラムジカって言って、はい、音楽の茶屋っていう意味なんですけど、あのスペイン語と合体させてるんですよ。ほう。でチャポって呼んでるんですけど、チャホって書いて、なんでかっていうとスペイン語ってパピプペポっていう音が多いんですよ。なのでチャポデラムチカ、音楽の茶屋っていう店屋号です。それはどうしてその名前にしたんですか？いやなんかね、あのカサデラムジカって言葉わかる？キューバに行ってたらわかると思うんですけど、音楽の家ですか？あの
まあ、ライブハウスのことなんですよ。そうなんだ。で結構キューバで今日どこそこのカサデラムジカであのライブがあるよみたいな、結構カサデラムジカっていう言葉を結構聞いてて、はい、ちょっとなんかかっこいいなみたいな、はあ、ライブハウスカサデラムジカかみたいな、はあ、でまあお見せするみたいになった時に、あヤゴは別に音楽嫌いじゃないし、うん、チャポデラムジカで良くないみたいな。なるほど。全然覚えられないですけどね。読めないです。うん。ね。サホ、チャホで弾いても出てこないから。そうですね。そうですね。うん。チャポデラムジカです。どういう2013年から旅してたんですか。そうですね。2013年の1月ぐらいからあちこち行き始めて、私一番最初に行ったところがトリニダードトバゴなんです。渋すぎますけど。そこから考えてなくて、まあ、とりあえず中南米が近いじゃないですかヨーロッパ行くよりは中南米かなと思って、うん、でその時にトリニダードいる時にどこに行こうってその時に決め始めて、うん、ガテマラでスペイン語を教えてるみたいな、そのホームステイと月曜日から金曜日まで4時間の授業がついて1週間1万円みたいな話を聞いて、ちょっと行ってみるかみたいな。でガテマラで半年ぐらい勉強したりとか、ちょっとガテマラ回ってみたりとか、それからね、なんかカナダのチェリーピッキングに行こうかみたいになって、でロンドン行った後はドイツに友達もおったりとかでちょっとドイツ行って、でその後トルコのカッパドキアには行きたいっていうのがあったんでカッパドキア行き、その後メキシコに戻ったりとか、なんかもうぐちゃぐちゃですね。なんか思いついた時に思いついたとこに行ってましたね。この月にここ行ってこう行ってこう行ってっていう、あんまり縛られてないですね。そうですね。あ、そうすると多分なんかそうしなきゃいけないっていう感じになって、もしかしたら面白いことが起こっていたかもしれないのに、自分の計画を全うするためにそれをもしかしたらなしになるところだったかもしれないんで、あんま決めてないですね。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。そうでしょう、ウィーンに来てるんですよ。来てるんですか。ここはウィーン。ウィーンなんですよ。密と書いてウィーンです。ウィーン読みます。なるほど。じゃなんですか。なんか、はい、
まあ、頭の中に浮かんだっていう名前ですね。にゃん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 。いい感じのお肉好きでいらっしゃる。そうですね。もうちょっと細くて可愛かったんやけどね。あら、男の子女の子？の子は女の子ですね。あら、つきあちゃん何歳ですか？5年経ちました。5歳、女盛りですね。2017年に生まれました。2017年生まれ。はい、はい、よろしくです。性格はもうめちゃめちゃ、この子ね、ちょっと様子がおかしいんですよね。は、あの、水飲みに行くじゃないですか。ええ、で5分経っても帰ってこないんですよ。あれ、月ちゃんっつって見たら、はい、ベロ出したまま、はい、みたいな、寝てて、みたいな、この辺びっしょびしょになってて、あのね、抗わないんですよ、この子。なんかもう、やめてとか、なんかもう、いやとか。なんでだろう。なんか、だからね、もうこんな、じゃあちょっと皆さんにウェルカムダンスをね、ご披露しちゃう。いいんですか？いや、寝起きなのに。頑張ります。お願いします。じゃあ、月ちゃんのウェルカムダンスです。はい。じゃーん。じゃーん。びっくりしたね。じゃーん。はい。カメラ見て。はい。カメラ見て。怖くないよ。いくよ。ワン、ツー。ワン、ツー。夜明かさ、ここへ。遊ぼうよ、パラダイス。ありがとう、ありがとう、セリーナ。これありがとう。では、これのことをして。はい。こっちも。キュッ、キュッ、キュッ。はい。もう一曲いきます。もう一曲いきます。はい。ワン、ツー。ワン、ようこそここへ、グッグッグッ。ありがとうございます、ありがとうございました。つきあちゃんのウェルカムダンスでした。はい、じゃーん、じゃーん、じゃん。ナチュラルケアドッグアカデミーは、ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室では、プロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとして、ハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。ハンディを持つお子様へ、ケローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるペローグループ。あの、あ、ドゥーすごいかっこいいんですけど、選曲がすごい昭和ですよね。さあ、もうそれはしょうがないですよね。そんなんしか知らんから、ね、昭和平成をそこしか知らんから、ね、ありがとうございました。演技がいいですね。いや、すごい見れますね。でも月ちゃんごらんの見れるね。はい、月ちゃんはもうされるがママ子ちゃん。そう、されるがママ子でーす。健康は大丈夫ですか？全然もう、全然もう問題ないですね。そうなんじゃ。月ちゃん、好き嫌いは食べ物のありますか？ない、ない、何でも食べる。食べる、食べる。好き。なんか、あの、特技はその歌と踊りですか？と寝る、寝る。十分すぐスピースピーって寝るの。そうなんですか。はい、はい、へえ、はい。あの、ナオミお母さんと一緒に寝てるんですか？そうです。あら、そこが好きです。そうなんだ。そうなんです。へえ、あの、チャームポイントはどこですか？タプタプのお腹です。そして本当は小顔なところです。実は小顔なんですよ。本当は小顔なんですよ。本当は小顔、シュッとしてますね。本当は小顔ね。どーんどーん。びっくりエピソードとかなんかありましたか、今まで。ですね、うん、まあ、わけ
すぐそういうなんかちょっとね他の猫とはなんか行動がおかしいというか何次元にいらっしゃいますみたいな行動が多々ありますね。途中でちょっとなんかね、うん、意識がなくなるというかこの方、うん、なんかもう読んでも読んでもピクリともしないみたいな。へー、この抗わん感じね、すごいですよね。もう何やってもいいよみたいな、うん、へー。猫ワンを応援しています。猫ワン、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。これわかわいい、かわいいでしょ、かわいい、めちゃくちゃかわいいんすよ、うん、ご説明読みますよ。あ、読むんですか。ちゃんとこうカードつけてるんですけど、ちゃんと裏にその作者のプロフィールを書いてるんですけど、はい、和田徳一さんって言って、あのスマイルっていう作業所施設があるんですけど、障害者施設があるんですけど、松山に、そうですそうです、そこであのスマイルさんがあの密で猫展をしたいみたいな、猫の絵を描いた展示会をしたいっていうので、うちの猫を送ってくださいっていうので送ったんですよ、写真を。あ、写真を、はい、ね、その時にこの和田さんが、感覚でまあ描いてるんですけど、なんか自分は絵が下手だから描くと変になるっていうので理由で題名はいつもなんか変な猫っていうのを描いてるんですよ。で下書きとかもなんかなくって、そのままバッと描くんですけど、彼はこのこれを最初に描いた後、あの変な猫シリーズって言っていろんな猫の絵を描くんですけど、それが結構賞に入るんですよ。その初代がうちの猫なんですよね。え、誰ちゃんですか。キジハ君とツキハちゃんですね。ツキハちゃん、これツキちゃん、キジハ君、キジハ君、そうですね、あのまあこの写真を送ってで書いてくれたんですけど、かわいいやろ、やばいやろ。キジハくんと月葉ちゃん、美男美女やろ。そうでしょ、兄弟ではないんですよ、兄弟ではなくて、でそれを書いてもらったのを T シャツにしてみたんですよね。いいくないですか、いいでしょう、うんうん、でもう一個がさせた、どれにしようか、ま、着てる、うん、これにしようか、ちょっとずれてるけど、これはこの田中純也くんっていう男の子がいるんですけど、小学校2年生の時に交通事故に遭って、うん、首から下が動かなくなったんですよ。でもなんか口が動くんで筆を加えて絵を描いてるんですけど、その絵もこの月
ちゃんの顔写真を送ったらそれを書いてくれて、でそれを自分私たちが白黒スクリーンの版画を作って版を作って、で2色刷り、1回白を刷った後こうもう1回上から重ねるみたいな 3D っぽくする感じで刷ったやつですね。月ちゃんです。わざとなんかずらしてるのが、そうわざとずらしてるんですね、デザインですね。そうですね、そうです。これとか今着てるやつとかこれとかね、いいでしょう、いいでしょう、そう。猫ワンを応援しています。猫ワン、寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています。最初ね、なんか逃げるように海外に行ってたんですよ。もうここに降りたいわけじゃないって言うんで海外に行ってて、だからなんかまあやってみたいことっていうのは何個かあって、まあそれをこう全うするためには行きよったけど、本当はそれを全うするんだったらそれだけでいいんですけど、なんか帰りたくないからダラダラいるみたいな、なんとなくあの国行ってみようかみたいな感じで移動してたのが、まあ、もう時間とお金の無駄やなってなって、で結局こっち帰ってきて密に住むことになったって感じですね。え、じゃあこれからは？いや、まあなんか目的がある旅だったらいいかなっていう感じになってて、なんか20年ぐらい前にカンボジアに電気も水道もない村に行ったりとかっていう10日間たった10日間なんですけど、すごいこう身に残ってるっていうか、いつでもあの時のことを語れるっていう経験はあるんですよ。だからなんか、あ、ここ行ってこの人に会いたいなとか、これ見たいなとか、そういう目的とタイミングが合えばまた多分行くやろうしっていう感じですね。ちなみにこれは隣の猫ですね。自由ですね、うん、隣の子です。名前は？あの子は豆ちゃんです。豆ちゃん、はい、出入り自由。出入り自由、うん、隣3匹いるんだけど、あの子だけがこっち来る、あ、こっち来ますね。他のは来ないんですけどね。こんにちは、おかえり、おかえり、おかえり。豆ちゃんやね相変わらず豆ちゃんやね、生地ではない、ね、豆ちゃん可愛いですね。でも猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。